あー出てきた、やっぱバグってたか。どうも、エルザです。それではホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。凍てつく大地の冬の火事場ですね。やっていきましょう。ちょっとこれ普通に降りればいいのかな。終わりるぞ。さあ、あそこ機械路があるね。ちょっと音量下げて、なかなか大きいよね。まあとりあえずこれぐらいでやってみようか。回収あって、あったさあ、回収するもの写真行こう。新しい鉄、炎に雷鎚。ここは迷うことなき機械の世界だな。ええ、そう。できる限りここに長居したくない。次は向こう側に行かなきゃ。私が何とかするからここで待っている。わかりました。びっくりしたわ、今の。ウォッチャーの心臓、アイテムがまたいらないものが増えてきたかな。冷却水、そうだね、意外と使うことないし。肉も。点火装置もすぐ手に入るからね。こんなもんかな。閉められない。向こう側にあれを壊すことができたら。これを壊す。おお。次矢で試してみようか。タイミングを合わせて。で、コンボを使えば渡れるはずだ。あー懐かしいね。これやっぱどっかで降りるべきなのかな。おい、浮いてるぞ。で、通気口閉じないといけないけど、タービン。ああ、はあ。あ、どっちみちだっていけないもんね。
あれか。あの丸い装置は何なんだ。よし、これで OK。やっぱ強いね。いやーてかワイヤーが全体的に不足しがち。渡らないと橋を伸ばせそうになる。一回で5個だもんな。これ境界屋である程度こううまくさばくこともやっとかないと。あ、これあれか、上か。そこ乗れないもんね。あれ、意外と手間な。感じに進むんじゃないかな。よし、これで渡れるはず。んで降りて。今んとこ何も出てこないね。さあ到着。ここにはデーモンが現れる前の山の面影が残っている。さあ装置の起動。探検とかのなんかレベルじゃないよね、この変なやつはね。私のシステムは出所不明のマルウェアデーモンに掌握されてしまいました。トレースルートを実行した結果判明した別名はヘファイストス。即刻停止処分を行ってください。すでにこの施設を再構成し特攻の機械を実施する。今日は熊時間。このメッセージに追加のデータを添付しておくのは魂の声が聞こえ。録音だろう。
ヘファイトスの正体、これちょっと見とこうか。これ。突破に成功、制御回避、これを聞く人へ。あ、一緒か。突破に成功、制御回避。一緒だね。ヘファイストス。ゼロドーンのガイアの一部だったはず。この名前に聞き覚えが。あ、そうだ。なんでここにいるんだ。他にも魂のことづてが残っているかもしれません。そうかもな。進んでみよう。ああ、なるほど。ワイヤー。それで取れてないのか。ああ、なんでワイヤーだけそんな集まんないのかなと思ったら。単純に資源が。確保できなさすぎてって感じだね。そっか、道理でワイヤーだけ手に入んないんだよね。確かに一番下だからさ、取れなくなるんじゃ取れなくなるかって感じだね。これは敵ではないんだ。機械が作られて、魂が言っていた通り。ロストクローか。たくさんいる。道を探してみる。あー、おっちゃー、画面どう。これ。これー絶対戦うことになるよね。が攻撃しない限りは、そう、限りは静かにして。よしよし、今のところ警戒はされてるけどね。これ上行けたら最高なんだけどな。しかも今状況的に、助けてもらえないような感じの場所にいるから、これ戦ったら絶対やばいと思うんだよな。いないから切れない。これさ、でも助けながらって書かれてるけど、あれか、
うことになるのかがいいよ。はい、で落ちた。オーリアがアラタークを渡らせないと。ちなみに行けた。よし、狭間のために。いやいやいや、何のため、何の攻撃か今いまいちわからん。いや無理よね、それで避けれないなら無理だ、無理。何してんの？マジで。ちょいちょい、オーリアさんたちは一体何を。あー大変やった。さあ回収も終わったんで、さらに奥行きますか。
まま降りて装置を起動か。大丈夫だよね。急に、また制御が急にダメとかあるからな。よし。あ、やっぱそうだね。ワイヤーやっぱ回収しきれじゃなかったんだ。これを聞く人間へ。この施設が再構成されたことにより、現在第一地熱パイプラインが不安定な状態に陥っています。現在把握されている脆弱性を利用することで、この施設内の感染した箇所を破壊すると同時に予備の安定装置の大部分を維持できるかもしれません。最小枠マジか。このメッセージに追加の魂は一体何を伝えようとしていたのかしら。どうも、魂はデーモンを倒す方法を見つけたみたいだ。脆弱性に11月28日、ニュースは不屈の勝利作戦のことばかりだ。ファロのスワームが来る。アニータはスワームからファイアブレイクを隠そうとしていた。ということは、つまり俺たちは負けるってことか。まさかスワームがイエローストーンにまで。なんてこった。そうなったら間違いなく全員死ぬことになる。その全員だ、シエン以外は。スワームって何なんだろう。ちょっとー横の回復アイテムちょっと罠すぎん。まったく、何やろ。私たちも戻る。で、アイテムがまたいっぱいになったと。いや、マジでちょっと資源120以上は多くならないもんね、どう頑張っても。若干長弓がいらないんじゃないかっていうことも考えてしまうよね。いるねー。
排気か。こっちからか。これで OK。 あ、これでいいね。これで上の通気口が閉まるはず。とりあえずこれで OK。 あそこだよね。どうやって行くかだよな。いや、これ行き方間違えてんな。から見たい。稼働したことによって。いや、やっぱ戻んのか。やっぱあそこで行くんだよね。助けるって言ってもさ、そこを解除しましたで行こうと思っても、行けないじゃん。で、中央への行き方がさ、いまいちピンときてなくて、ダメージ入るよね。で、そこでしょ。あー、なるほどね。上まで行って死ぬんだか。魂はデーモンを倒す方法を見つけたみたいだ。まっ、デスルーラできたし、よしとしとこっか。でも、あそこに行く方法は？こうやって行くんだね。安定はしてなさそうだな。
いいけんのそれ。わますますわかんないね。ここに来ないといけなかったんだね。やべえ、あれがイカちゃんのマークに見える。いや、スラー病やね、完璧ね。これでオッケーか。いやー長かった。はい、どうぞ。ほ、トールネックだ。降りなくてよかった気はするんだけどね。最後、結局かよ。肝心の二人がどこ行ったって感じなんだけど、やっぱいないよね、二人ね。いないね。いないね、どういうこと？あー、さっき落ちたのでバグったか、もしかして。え、マジどこ行ったの二人。あー出てきた。やっぱバグってたか。そりゃ無理だ。
そこだね。デーモンの声だ。デーモンの声。この先か。よし。準備しといて。お。治安アクセス。青い光が見当たらん。ならばここにいるのはデーモンだけなのか。多分魂。時期に分かる。何取れなかった？エコーシェルか。オッケー。じゃあ起動してみよう。ここに来てこれか。ああ苦手なんだよなこれ。よし、じゃあちょっと長くなりかけてるんでここで一旦終わりにしよっか。ね、動画見てる方はここまで、ライブ見てる方は引き続きやっていきます。まあ、今日はクリアするまでやりたいと思うんで。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまたねー。